狂おしくも儚い恋母とは美しい。だが叶わぬ恋に果たして意味などあるか。いいな、いいな。そう、恋とは叶えなければならないもの。時には悪鬼となり、時には血をすする蛇となり、恋の成就に先進する竜とならん。おー、案じるな。我らの大願は必ずや叶う。なぜなら我らには神が遣わした偉大なるお方、教祖様がいらっしゃるのだから。おー、教祖様、教祖様、教祖様。それじゃあ先に上がるね。シル、もう行くのですか？うん、宮お母さんにはちゃんと言ってあるから任せちゃってごめんね、リュウ。それは構いませんが、最近上がりの早い日が多くないでしょうか？え？そうかな。私の記憶に間違いがなければ、ここ連日ずっとです。一体どこに行かれているのですか？秘密。それじゃあとはよろしくね。無用な詮索はすべきではないのですが、シルは一体どこに行っているのか。いらっしゃいませ。あなたは確かギルドの。はい、エイナチュールと申します。申し訳ありません。今日はお客として来たわけではありません。上級冒険者が裸で逃げ出すという豊穣の女主人、私はもうここを頼るしか。厄介ごとということですか？はい、そうなります。アンナさんの事件、クレーズ一家に手を貸しておきながら彼女の申し出を断るのは不義理か。私にはもう正義を名乗る資格はないというのに。これではアーニャたちの探偵業に何も言えませんね。わかりました。まずは話を聞きましょう。こちらへ。ありがとうございます。ラブサバトという名前を聞いたことがありますか？ラブサバ、何ですか、その頭の悪そうな名称は。近頃オラリオで水面下に流行している闇の儀式です。今はまだ小規模ですが、確実に、そして急速に信者を増やしているんです。闇の儀式とは穏やかではありませんね。どのような儀式なのですか？この儀式に参加している女性が望んでいることはたった一つ、恋の邪神の力を借り、モテモテ女子になろうとしているんです。モテモテ女子です。多くの異性から恋愛対象として見られる女性という意味。言葉の意味はなんとなく察しますが、それが何か。私には思い当たる節があるんです。
少し前の夏のことでした。いきなり語り始めた。私はとあるファミリアの遺物に関わる騒動、いえ事件に巻き込まれました。私の担当冒険者の方と一緒に。それは現世で持てなかった者たちが残した恐るべきカース。私たちはそのカースに振り回され、そして恋人同士のふりをさせられたんです。砂浜をキャッキャウフで追いかけっこをさせられたり。キャッキャウフフ。彼からかっこよくナンパをされたり、一つのジュースを二人で一緒に飲まされたり、そして最後には同じ屋根の下、一晩を共に過ごせと言われて。な、それはその、つまり、あんなことまで付き合わせちゃって、ビル君に本当に申し訳ないよ。ベルと言いましたか。クラネルさんとあんなこと、こんなことを。あんな恋人みたいなことさせちゃうなんて。詳しく説明しなさい。クラネルさんと何があったのですか。無理やりあんなことさせられて、最低最悪黒歴史確定の夏の思い出、思い出そうとするだけで、いやー、話を聞け、ハーフエルフ。とにかくあの遺物がこの世に残っているのなら、絶対に根絶しなければならないんです。もう二度と私のような被害者を出さないために、そして何より、私の黒歴史の蓋が二度と開かないように。ダメだ、目が座っている。目的を遂げるまでクラネルさんの話を聞けそうにない。ここは諦めるしか。ひとまずあなたの思いは理解しました。しかしその事件と今回の件に何の関係が。先ほど説明したラブサバトにあのファミリアの遺物が関わっている可能性があるんです。現状ではガネーシャファミリアは動けません。というよりギルド長が絶対に許してくれません。私の担当冒険者にももうあんな迷惑はかけられない。私の頼る場所はもうここしか。わかりました。私でよければ力をお貸ししましょう。本当ですか。ええ、カースが関わるアイテムを放置できませんし、あなたのその執念じみた思いも伝わったので。ですが具体的にどう対応するつもりですか。私たち二人だけではできることもおのずと限られてきますが。まずは実際にラブサバトの儀式へと出向き、その場で何が行われているかを確認する必要があるかと。信者のふりをして潜入するということですね。ちなみに次の儀式はいつですか。今夜です。儀式が行われる場所も調べはついています。なるほど、最初からそのつもりで動いていたということですか。いいでしょう、私は仕事が残っているので、店が閉まった後落ち合いましょう。こんな無茶な依頼引き受けていただいて本当にありがとうございます。では後ほど。また厄介ごとに首を突っ込むことになってしまったか。しかし
モテモテ女子になるための儀式とは全く想像できない。